今回は呪術廻戦に登場する顔が赤兄さんこと全員仁一について見ていきたいと思います。呪術界御三家である全員家のトップに君臨する最強の術師集団兵に所属する全員仁一、等級は特別一級呪術師。全員家の中では他にも直人、直也、扇が同じ特別一級であると明かされています。この特別について補足すると、そもそも等級自体は呪術高専における区分であり、特別とついているのは高専関係者以外で一級相当とされている呪術師という意味です。なので特別がつくから通常の一級よりも強いという話には決してならないのですが、全員家の特別一級呪術師は大体が強いです。例えばダゴン戦で共闘したナナミとナオビトは同じ一級同士でしたが、ナオビトの戦いぶりはナナミの上を行っていました。そしてナオヤもあの長宗をあと一歩のところまで追い込んでいたり、扇だって刀を燃やしてまあまあ頑張っていました。しかし強さの一方で、ここに列挙した全員家の特別一級呪術師たちはみんなそれぞれが独特の強さを持ちながら、アル中論外の男心氏と人間的にクズであることが知られています。しかし仁一だけは数少ない登場シーンでありながら、呪術師としてかなりの実力者であることと同時に人間的にも優れた資質を持っていることが判明しています。まず仁一の実力ですが、作中で戦闘が描かれているのは一度だけです。父親である扇をほふり、乱心して本家で暴れまくる牧を長寿郎乱太と共に迎え撃つ場面です。ここで仁一はインパクト抜群の術式を披露します。それは放った拳に連動し、巨大化した拳が空から降り注ぐというものでした。その威力は凄まじく、巨大な拳がまるで隕石のようにいくつも降り注ぎ、辺り一面をクレーターだらけにしてしまうほど。術式の詳細は不明ですが、一撃の破壊力や規模の大きさという点ではかなり優れた術式だと言えます。また動きに連動して拳が放たれているようなので、生身の状態でより早く強い打撃が繰り出せれば、より強力な術式効果が得られるものと思われます。つまり呪術廻戦で重要になるゴリラ力のパラメーターが高いほど、仁一の術式は強力なものになっていく可能性が高いのです。そんな仁一は物語でも一二を争うほどに筋骨隆々で屈強な体つきであることを考えると、術師として己を深く見つめながら長い間修行を続けてきたことがうかがえます。他の全員家の術師が一様に標準体型なのに対し、仁一だけは飛び抜けたマッチョです。これは日々の鍛錬の賜物と言えるでしょう。持って生まれた才能だけでなく、その才能を最大限に活用する努力を惜しまない男、それが仁一という術師なのです。自身が当主になれなかったのを出来損ないの娘のせいにし、自分の至らなさを棚に上げていた扇さんにも見習ってほしい向上心です。次に人格の部分ですが、ゴツゴツとして武骨な佇まい、清潔感とは無縁の不愛想な顔つきでありながら、仁一は意外にも人望があります。17巻に収録されているククル隊の兵レビューには、仁一の部下からの評価はランタの 5.0 に次ぐ 4.8 となっています。これは他の全員家の面々、直人が 3.7、長寿郎が 3.1、扇が 1.0、そして直也が 0.0 であることを考えるとかなりの高評価です。ちなみにククル隊には、俺だけは仁一さんの良さを理解しているという隠れ仁一ファンが多数存在しています。これだけの評価を得るためには、持って生まれた性格と後付けの気配りが必要です。己の強さにおごらず、わけ隔てのない立ち居振る舞いができる仁一は、その事実だけを取り上げても実にまともな術師だと言えるでしょう。そんな仁一のちょっとした気遣いは牧との戦いで描かれています。仁一と共闘したランタは両目を使う念力のような術式で牧を必死に押さえつけました。そのまま止めてろランタと牧に殴りかかろうとする仁一ですが、ランタは牧に術式を破られて両目が血まみれになってしまいます。その時の仁一は攻撃のモーションに入っていたにもかかわらず、負傷したランタを気遣って意識を牧からそらしてしまいました。言葉には出しませんが、大丈夫かというその一瞬の表情はとても印象的です。これが例えば直哉や扇だったらどうでしょうか。仲間の怪我を気にして戦闘の手を緩めることなど決してしないはずです。この優しさは術師として長所とは言い切れません。しかしそれでもなお戦闘集団の上に立つ者としての信頼を勝ち取るには十分で、仁一という術師の魅力にもなっています。とはいえ扇の場合は手を緩めなくても結果が変わりそうにないところが残念です。また仁一には強さと優しさだけでなく、狡猾な策士の一面があります。
例えば当初直人の遺言で伏黒恵美が次期当主になることについて仁一は直哉のように不平を言っていませんでした。しかし表立っての不満を口にしないだけで、この時の仁一は遺言の内容をそのまま認めたわけではありません。仁一の腹の内は直哉より恵美の方が幾分マシだと感じていたものの、全員家の全財産が一つ残らず恵美に相続されることは到底納得できないというものでした。そこで御三家総監部との関係性も熟慮した仁一は、全員家の利益を第一に、扇が発案した恵美、牧、舞の中殺の企てに便乗することを決め、一番の厄介者である直哉までも懐柔したのです。結果的にこの企みはうまくいきませんでしたが、力一辺倒でもなく優しさに慣れ合うわけでもない、冷静なしたたかさを併せ持つ仁一には、組織の長としてあるべき資質が全て揃っていると言えます。おそらく周囲にもこのような仁一の才覚は十分に浸透していたのでしょう。だからこそ跡目相続の会合で直哉は、次の全員家当主は俺なんやからの後に続けてこう言いました。兄さん方はみんなポンコツやし、おじ、弟のあんたもパッとせえへん、その娘は論外。そしてこのように身内をディスりまくった後に、仁一君はな、顔があかんわ、という暴言らしき一言を吐くのです。確かに額に大きな十字傷、極太の眉毛にボサボサの髪と武将髭が特徴の仁一は容姿端麗とは言い難いです。しかし見方を変えると、仁一の実力を理解している直哉が顔しかけなす部分がなかったとも考えられるのです。つまり直哉は仁一の強さだけは認めている可能性が高いのです。こう考えると、いかに扇さんが小物であり全員家の実力者たちから舐められているのかがわかりますね。直哉はこの通りですが、実は仁一も扇さんを舐めているような節があります。というのも、仁一にとって扇はおじにあたるのですが、仁一は扇を普通に呼び捨てしています。どこまでもパッとしない扇さんですね。そんな仁一ですが、作中では牧に敗れ、あっけなく命を落としてしまいます。連載時のこのエピソードは、双子の姉妹の絆と牧の覚醒がテーマであるために、仁一をはじめそこに登場した全員家の術師たちは牧のかませのような役割になってしまいました。しかしここまで見てきたように、仁一という術師は確かな実力に加え、人望も厚く、秀でた知性や狡猾さも持ち合わせた極めて優秀な人物であったことがわかります。連載150話の最後には、人の心とかないんかという直哉の名台詞が飛び出します。ネットを中心に今ではクズの化身である直哉本人を象徴するような使われ方もするのですが、本来は全員家をあっという間に壊滅させ、挙句の果てに仁一の生首を池にぼちゃんと投げ込んだ牧のひどい所業に対して向けられた言葉です。投げ込まれた仁一の生首のその後がとても気になります。ちなみに頭パッカーンされた扇さんは、全員家を訪れた賢者の呪霊によって美味しくいただかれています。最後に仁一を語るとき、避けて通れない話題として兄弟である当時との関係性があります。同じ全員家に血のつながった兄弟として生まれながら、二人に関するエピソードは何も描かれていません。ちなみに二人の父親は全員家の25代目当主であり、その次が26代目の直人です。術式至上主義の全員家の中で、呪力ゼロの当時は幼少期からひどい扱いを受け、必然的にグレて出奔。その後当時は天女の才能を開花させ、全員家の誰も到達しなかった高みへと上り詰めました。その弟に対する兄仁一の接し方には非常に興味が湧きますが、物語で描かれていない以上、想像力を働かせるしかありません。希望的観測も含めて、少なくとも仁一は当時には優しく接していたのではないでしょうか。もしかすると全員家の嫌がらせで呪霊はびこる懲罰部屋に入れられた当時を仁一が助けていたなんていう心温まる過去があるのかもしれません。全員家の中には牧、舞のように愛情で深くつながっている姉妹もいれば、直哉や扇のように肉親といえども軽んじ貶める兄弟もいます。仁一と当時が前者であってほしいと願うのは勝手な妄想なので、実際は違うかもしれません。しかし五条に倒された当時が最後の瞬間に思い出していたのは、ママグロとめぐみという家族の光景でした。つまり他者を排除する生き方を選んだ当時の潜在意識にも、血縁に対する思いが色濃く残っていたと思われるのです。そして他者に対する優しさをもともと持っている仁一が肉親をないがしろにするとは考えにくいです。もしかすると二人はあの世で再会し、昔話に花を咲かせているのかもしれませんね。とはいえこれは想像であり妄想です。実際は久しぶりだなと近づいてきた仁一の頭に、当時は先端を飛び上げた幽雲をぶっ刺すのかもしれません。
そんな時に仁一は改めて自分の因果をかみしめながら、人の心とかないんかとつぶやくのではないでしょうか。ちなみに一部読者の間では、ブサイクという天女呪縛が仁一を特別一級術師たらしめていたと囁かれています。弟である当時が呪力ゼロという天女呪縛によって最強になったのに対し、兄である仁一は顔がブサイクという天女呪縛によって優れた術式と人格、それによって大きな人望を手に入れることができたという説です。あなたならどちらの天女呪縛を望みますか？